日本関東地方茨城県森谷市松ヶ丘松ヶ丘6丁目プランター通り幸福の道松ヶ丘公園前松ヶ丘は茨城県森谷市にある地名1丁目から7丁目まである土地区画整理事業により1988年5月31日に森谷、大菓市は鈴塚、高野の各一部より新設された郵便番号は302-0127 森屋市の南部、上層ニュータウン南森屋の北部に位置する閑静な住宅街である。南森屋駅から伸びる遊歩道、幸福の道が地域の中央を通り、幸福の道の終点の先は、小便小僧広場、マインブルクの象景へと続いている。また、幸福の道からマインブルクの象景へ至る通りは、市民の有志によって花が植えられたプランターが置かれ、 第19回緑の愛護功労者国土交通大臣賞を受賞している。完成な住宅街である一方、地域内や隣接区域に SC をはじめとする商業施設が多く、市内屈指の商業地域でもある。また、上層ニュータウン開発によって形成された地域であるが、5丁目の一部は第1松ヶ丘団地、2丁目の一部は第2松ヶ丘団地として、 上層ニュータウン造成前に開発が行われた地域であり、厳密には上層ニュータウンに含まれない。2丁目に、松風公園、3丁目に、ジョイフル本田ダ森屋店、4丁目に、私立松ヶ丘小学校、松ヶ丘公園、6丁目にアクロスモール森屋がある。東は本町、西は大菓市は、南は高野、鈴塚、欅台、北は、百合ヶ丘と接している。 住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、松ヶ丘7丁目4番5の地点で89,700円、平方メートルとなっている。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森谷駅が徒歩圏であるほか、同駅を結ぶ路線バス、森谷市、コミュニティバス、 モコバスが地域内を走っている。路線バス地域内には、松ヶ丘3丁目、松ヶ丘公園前、松ヶ丘4丁目、松ヶ丘小学校入り口の4つの停留所がある。モコバス地域内には、松ヶ丘1丁目、松ヶ丘7丁目の2つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。